ゴールドマンバンドはかつてアメリカ合衆国に存在した吹奏楽団エドウィン・フランコ・ゴールドマンが設立したニューヨークミリタリーバンドを前身として1918年に創設ニューヨークに拠点を置いていたゴールドマンバンドの最初の演奏会は1920年にコロンビア大学で行われたプログラムはゴールドマンが選んだ編曲作品 吹奏楽オリジナル作品で構成され、J.S. バッファ、ビクター・ハーバート、エドワード・マクダウェル、ヨハンス・スベンセン、アンブロワーズ・トマ、リヒャルト・アーグナー、カール・ミヒャール・ツィラーらの作品が演奏された。ゴールドマン・バンドは、前身のニューヨーク・ミリタリー・バンド時代を含め、93年間に、渡って、ニューヨーク市内の公共の場で無料で公演を行った。公演は、グリーンズ・アット・コロンビア。 セントラルパーク、プロスペクトパーク、リンカーンセンターのグッケンハイムバンドシェルでも行われた。著名な奏者や歌手との共演を行い、パーシー・グレインジャーやビビアン・ダンを客演指揮者として迎えた。吹奏楽のための古典的な作品のみならず、新たに作曲された作品も演奏された。ゴールドマンは、オットリーのレスピーギ、アルベール・ルーセル、ヤロミール・バインベルゲルラ欧州の作曲家に、 吹奏楽編成の作品を移植した。著名な音楽家との共演やグッケンハイム財団からの寄付で、ゴールドマンバンドはニューヨークでの演奏活動に加え、米国やカナダでのツアーやラジオやテレビへの出演も行った。1983年、グッケンハイム財団がその寄付先を社会問題に絞りゴールドマンバンドへの援助を打ち切ったことから、同バンドは 新たな資金調達を求めなければならなくなったため、活動期間を7週間に限定し、その間に35回の演奏会を行うこととした。エドウィン・フランコ・ゴールドマンが1956年に78歳で死去すると、息子のリチャードが後を継いで指揮者に就任するも1979年に辞任、翌1980年に死去。1968年から、 共同指揮者の座にあった、レインズリー・コックスが、1988年に死去するまで、主席指揮者を務めた。以後、ジーン・ヤング、デビット・イートン、クリスティアン・ウィルヘルムが、指揮者を務めた。数々の著名な作曲家が、ゴールドマンバンドのために作曲を行っている。1930年から1956年に、かけて、以下の64名で編成されていた。 2005年4月、同バンドの理事会は、団員側の委員会に対し、定数を5名減少させ48名とすること、理事会メンバーから団員を除くこと、出演料を減額させること等の条件を提示した。委員会は5月22日に、この提示を拒絶、5日後の5月27日に、ゴールドマンバンドは、活動を停止し、その87年の歴史に幕を下ろした。 ありがとうございます。